こんにちは、高橋優です。皆さん、元気ですか？私は元気です。今回はですね、久しぶりに購入品を紹介したいと思います。っていうのもですね、久しぶりにロフトに行ってきたんですよ。そしたらもういろんなもん売ってて、もうめちゃくちゃテンション上がったんですよね。そこで、まあ、何点か購入したので、今日はこのロフトの購入品紹介をします。皆さんぜひ最後まで見ていってください。それでは、どうぞ。というわけで、これがロフトの袋になりますが、1点目から紹介します。ダラダラッダラーン。これを買ったの。すっごい欲しかったの。これ。スタンリーのキャンプマグ。これ欲しかったんですよ、ずっと。私たち、浦部家は、キャンプ熱が今、すごく熱くて、キャンプグッズをめちゃくちゃ揃えてるんですよ。なので、テントとか、タープ、マット、インフレーターマットとか、そういう、お料理に使うグッズとかを、いろいろ、少しずつ買い揃えてるんですけど、特にヒロ君がめちゃくちゃ調べて、これが良さそうっていうのを調べてくれるんですけど、このマグも、ヒロ君が調べててすごい良さそうってことでずっと欲しかったんですよね。キャンプでももちろん使おうと思うんですけど、これね、何がいいかって保温保冷両方やってくれるんですよ。あったかいのは 1.5 時間で、冷たいのは3時間キープしてくれるみたいで、それがすごく魅力的だなって。っていうのもキャンプではもちろん使えるんですけど、家でも使えるなって。私たちは朝起きて白湯を飲むのが習慣なんですけど、白湯を飲もうと思ってもこうコップを机に置いた状態で前世の準備をしたりとか、朝バタバタしてると気づいたら白湯がただの水になってるんですよね。これやったら白湯の状態でキープしてくれるし、今すごい暑いじゃないですか。暑い時ももちろん外で冷たいものを飲もうと思っても冷たい状態でキープしてくれるから、めっちゃ使えるなと思ったので、やっと購入しました。2個カップルで夫婦で使いたいと思います。なんかね、ここ蓋もついてるから注ぎやすい、洗いやすいのはもちろんやねんけど、飲む時にこぼれにくいのもいいかなと思って購入しました。サイズもいい感じ、大きめで 354ml 入るからね。これで乾杯したいと思います。じゃあ2点目、ダラダランダランじゃん、美容品です。Nオーガニックのローションスターターセット買いました。開けてみます。これがね、私すごく好きでね、買ったんですよ。Nオーガニックのモイスチャー&バランシングローションと、スターターセットについてくる Nオーガニックのモイスチャー&バランシングセラムのセットです。私こう使ったことがあって、すごいいいなと思って買ったんですけど、まずデザインから説明すると、シンプルな感じ、おしゃれ、洗練されてる。この洗面所にこのまま置いててもすごいこうホテルみたいなインテリアになるなっていう、このお気に入りのポイントで、テクスチャーもね、このちょっととろみがあって塗りやすいし使い心地がいいし、今気づいてくれたと思うんですけど、このプッシュ式なんだよね、このローションが。それがすごく楽。こう蓋開けてさ、こうトントントンとかさ、昔は全然やってたけど、お風呂上がりなかなかバタバタしてるじゃないですか。だからすごい楽でありがたいと。このローションは化粧水だけじゃなくて、浸透サポート成分が配合されているので、導入美容液機能もあるんですよ。なんか使われてる成分も植物由来成分のもので作られてて、なんか調べたらアフリカのナミブ砂漠で育った復活の木っていうのがあって、その木に由来したグリセリルグルコシドっていうね、成分があるみたいなんですけど、それが配合されてたり、アボカド油とかオリーブ油、食べても安心のような油が使われてるので使ってます。モイスチャー&バランシングセラムは美容液、乳液、クリーム、3つの役割を果たしてくれるんですよ、これ1本で。でこっちは外部刺激とかそういう大気汚染とかから肌を守ってくれるっていう役割を果たしてくれるそうなんです。これもすごくテクスチャーがすごく好きで、ほほ、ちょっとこうとろみがあるんですね、またこのセラムも。これがめちゃくちゃ塗ると気持ちいい。すごくお気に入りで、すごく気に入ってます。そうだから、スキンケアもこの2本だけでよくて、でもこの2本で導入美容液、化粧水、美容液、乳液、クリーム、5つの
役割をこう日本でやってくれるので、すごい時短だし、時間がない方とかスキンケアに時間かけれないっていう人にもできるスキンケアなので、使いやすいポイントやなと思って気に入ってます。このエノオーガニックのモイスチュー&バランシングローションとこのセラム、私の一番のお気に入りはあの香りなんですよ。柑橘系の香りで、塗った瞬間にで、あの深呼吸したくなるような香りがすごく広がるんですよね。そこがすごく気に入ってるポイントです。ちょっと顔に塗ってみますね。まずはローション。ああ気持ちいい。気持ちいい。セラムも、ああ気持ちいいな本当に。すごい。そして3つ目はこれ、フェイスタオル、アイスタオルだね。これアイスタオルを買いました。あのね、ロフト買いに行った時もそうやってんけど、もうほんまに湿気がすごくてジメジメして、なんかもう汗ばんでるっていうか、もうずっと肌がニチャニチャしてて気持ち悪かったんですよ。このアイスタオルは水に濡らして絞ってパッパッて振ったら冷たくなってくれるタオル。前世と一緒に公園行ったりとかよくするんですけど、前世もすぐに汗ばむし、タオルやったらこうファッて拭くだけで冷たくてクールダウンできるし、これなら前世も嫌がらないかなと思って、かつ洗って何回も使えるので私も一緒に使えるからいいかなと思って買いました。デザインもなんかちょっと色があって可愛い。開けてみますか。この色にしたの、ちょっとレモンに見えない？ちょっと柄が可愛いから、これね、前くんとかがこう首に巻いたら可愛いじゃん。おしゃれにも使えるかなと信じて買ってみました。タオルが入ってた袋がここがあのビビビビって密封できるんで、ここにタオルを入れて、でこれがついてるのよね、この引っ掛けが。これをね、カバンとかベビーカーとかにぶら下げたら持ち運べるので、めちゃくちゃ使えるなと思って購入しました。はい、というわけで今回は久しぶりに購入品を紹介しました。今回はロフトでの購入品でした。皆さんいかがでしたか？あー、私はもう久しぶりの買い物でめっちゃ楽しかった。あの、商品を買うっていうことはもちろんそうなんですけど、あの、物色してる時間、めっちゃリフレッシュになりました。皆さんもこういうの買いましたよとかおすすめあったら、ぜひコメント欄にコメントで教えてくださいね。で、ここでさっき、2点目で紹介した N オーガニックの商品について、さらに詳しくお話しさせていただきます。この N オーガニックのモイスチュー&バランシングローションとセラムの香り、私すごい好きって言ったんですけど、その香りがですね、精油ブレンドによるスイートシトラスの香りなんだそうです。すごいいい香りするなと思ってたんですよ。本当にいい香りなので、ぜひロフト近くにある方は行って香り試供品とかで試してほしいです。で、さっきも言ったんですけど、この2本で5つの役割、導入美容液、化粧水、美容液、乳液、クリームという5つの役割を果たしてくれるので、本当に時間のなかなかない方、スキンケアに時間をする時間はないよという方とか、時短したい方には本当におすすめです。2本だけでも丁寧なケアができるんじゃないかなって思います。で、私が購入したこの、もう箱から出しちゃったけど、エノオーガニックのこのスターターセットが今全国のバラエティショップで期間限定でお得に買えるみたいなんですけど、5月の31日から始まったばっかりです。このローション1本の価格でこのセラム7日分がつく、ね、例えば私の今のこの YouTube を見て、あ、一回使ってみたいなって思ってくださった方がいたら、これでまず試してみて自分の肌に合うかも一回確認することもできますし、気楽な気持ちでなんか新しいスキンケアに挑戦できるので、ぜひおすすめです。それでですね、このエノオーガニックが今年の3月からレベルアップ
パワーアップしてるそうなんです。私昨年からなんかこう現場のメイクさんとかがエノオーガニック持ってたりとかして知ってたんですけど、その時から人気な商品やな、確かにいいもんなと思ってたんですけど、さらにこうレベルアップパワーアップしてるんですね。っていうのもですね、もうすでに2021年の上半期でベスコスを5冠も取ってるみたいです。すごいな。でもこの2ステップで植物由来成分自然の力をもらいながら、こう肌本来の力を整え、しかも肌もしっかりとケア保湿もしてくれて、かつ大気汚染とかだったり外部刺激からもしっかりと守ってくれる。ぜひ皆さんも一度試してみてはいかがですか。今回の動画良かったと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてブログとインスタグラムとツイッターもやっているので、そちらもぜひ概要欄から遊びに来てください。購入品、また私あんまり物買わないんですけど、たまには買って紹介したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。